2007年モートジッピークラスチャンピオン、ケイシー・ストーナー。2007年のロードレース世界選手権は、フィムロードレース世界選手権の第59回大会となる。2007年シーズンからの重大な変更点として、モートジッピークラスのエンジン排気量の上限が 990cc から 800cc に引き下げられたことが挙げられる。この変更により、エンジンパワーは低下したものの、 開幕前のテストでは、ブレーキポイントを遅らせ、コーナリングスピードを向上させることによって、早速 990cc マシンのレコードタイムが破られることになった。800cc 化が発表されたとき、既存の 990ccv もエンジンを1気筒減らすことによって比較的簡単に対応できるホンダがアドバンテージを持つだろうと推測されていた。 しかし実際には、ホンダは 800cc 以下によって、最も成績を落としたマニュファクチャラーとなってしまった。前年度チャンピオンのニッキー・ヘイデンや、サテライトチーム勢の多くが、新マシンの RC212V への順応に、苦しむ中、ヘイデンのチームメイトのダニ・ペドロサが、古墳奮闘してなんとか、シーズン2勝シリーズ2位に入ったものの、連勝街道を築いて、ワールドチャンピオンに輝いた。 ルカティのケイシー・ストーナー、鈴木にモートジッピー初勝利をもたらしたクリス、バーミューレン、自身初の表彰台を獲得して、シリーズ4位に入ったジョンホープキンすらの躍進を許すことになった。川崎勢もうまく新レギュレーションに対応して、好成績を残した。排気量縮小に加えて、モートジッピークラスでは1回のグランプリに1人のライダーが使えるタイヤの総数が31本に、 制限されることになった。この制限は一つのタイヤの路面温度、トラック状況への適用範囲が、ミシュランより広いブリジストン税にとって、アドバンテージとなった。ミシュランを履くバレンティーのロッシュをはじめとした、トップライダー税からの不満、TV 中継の視聴率低下を受けて、モートジッピーを主催する、ドルナ CEO のカルメロ・エスペレータは、タイヤのワンメイク化を提案することになった。結果としては、 使用可能タイヤ本数が9本追加され、ロッシュは翌2008年シーズンによりブリジストンにスイッチすることになった。タイヤのワンメイク化は2年後の2009年にミシュランの撤退によって実現することとなる。250cc クラスでは、この年の6月に翌シーズンのフィアットヤマハからのモートジッピー、クラスデビューを決めたホルヘロレンソが他を寄せ付けない強さでシリーズに連覇を果たした。 125cc クラスでは、ガボール・タルマク氏が、ハンガリー人初のワールドチャンピオンに輝いた、上位15名のライダーにポイントが与えられる。ポイントの授与はレースを完走することが条件となる。モートジッピークラス、編集 250cc クラス、編集 250cc クラスワイルドカード、代理ライダーの成績、編集 125cc クラス、編集 125cc クラスワイルドカード、 代理ライダーの成績、編集モートジッピークラスマニュファクチャラーズランキング、編集イルモアは、スペイン GP 後に撤退を発表、シーズン中の変更、編集シーズン中の変更、編集シーズン中の変更、編集、ありがとうございます。